ダブルゾンビ戦闘民族サイヤ人を私が倒しちゃうわけ。こんなに早く決着つくの。ドラゴンボール知らない人みたいな。しりとりが続いた印象がある、うん、けどね、あれからすごく勉強したから、おきっとね、もっとスルッと答えられると思う。これドラゴンボールにまつわる技とか、そう、建物の名前だったり街とか、うん、全部込みでやってやろうじゃないかと、うん、そう、おで、ルールが1個だけあって、例えばブーだったら、うん、普通のフーでもいいし、ブーでもいい、うん、濁点取ったりつけたり、半濁点取ったりつけたりっていうのはありです、はい、で、うんついたら負け、うんついたら負け、あと答えられなかったら負け、はい、じゃんけんする、はい、最初はグーじゃんけん、ダブルゾンビそうくると思わなかったどっちが勝ちなの今俺の勝ちじゃあ先どうぞ、はい、じゃあまずは、うん、ダブルサンデーで、これない、デーでもテーでも、うん、糸は、うんうんうん、じゃあ、デンで、デンで、じゃあ俺が、デか、テ、うん、テね、テ、まあ、テリーマンしか出てない。これ勝っちゃった？私の勝ちかしら。テ、テなんだ、デでもいいし、テでもいいし、テ、こんなに早く決着つくの？まさかの展開。戦闘民族サイヤ人を私が倒しちゃうわけ？笑ってる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 。マジで出てこない。なんだろう。何にも出てこないわ。え、負け。短すぎる。負けた。出てこない。これさ、本当に出てこない。え、本当にデスボールとか。あ、デスボールな。負けです。嘘、短い。これ全然取れ高ないから。これ苦手かもしれない。リベンジとかしていいよ。じゃあラディッツ。ツフルセ。お。もう早いな。イ。イ、イ。イ。いやこの余計なのしか出てこないな。プロレスとかしか出てこない。イ、イーシンチュ。イーシンチュ、う、う、う。宇宙。宇宙。でもね、いっぱいウーあるね。宇宙あり？あ、じゃあ、ウーシンチュウ。ウーシンチュウ。またウーだ。ウリガメ。おー、ウリコメ。ウミガメ。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 メだ、メ。メ。メ、むずいな。メ、なんかあったっけ？でもね、私調べた中で、50音全部調べて、リストアップして、メはあったはず。お前リストアップしたの？このために。それ卑怯だもん。リストアップして、うん、今日のために勝ちたいと思って。そう。あ、いつなんか目思いつく？だ余計なのしか出てこない。0.1 しか出てこない。余計なのしか出てこない。違うアニメだ。ちょっともう一回行こう、もう一回行こう。目はちょっと分かんなかったから、これでね、お互いに一杯ずつな。で、こっから。これカットして。タオパイパイ。い。あれ？またイ？うん。イ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 コーセン。お、イコーセン。まあ、トランクスと戦ったやつ。セ。セルジュニア。お、あ。あ。アプール。アプール来た。ルード。お、お前すげえな。GT。ドドリア。お、ドドリア、あ。アモンド。お。ド。ドかト。ドラゴンボール。おー。ルシフェル。劇場版。調べてんだ、調べてるから出てるな、お前。ル。ル。ルー。もうルーねえんじゃねえかな。ルーとも言ったしね。ルーねえんじゃねえ、これ。ルーないんじゃないかな、これ。ルーない？あ、でもね、もう一個あった。前回ラディッツが答えてる。え？ルー？そう。前回2年前の8月に
2年前の俺に負けるってことになる。そう、ルラディッツが言ってる。これ何言ってた、ヒントいる、多分前回のしりとり対決を見た視聴者の人は覚えてる。覚えてるかお前、覚えてないかな、覚えてるか、全然出てこない。書いちゃった、見えた、書いた。前回ラディッツが言ってたのは劇場版のあのエンディングテーマ。あ、ちょっと待って、俺あれじゃない、あれルマって言ったっけ、浜崎あゆみさんが歌ってる。あ、ルール、そう言ってた、ルールね。あの、その時の俺はいいね。でもルールだったら多分次言えないでしょ。だって次ね、次ない、それ言ってたら負けてたかもしんない。勉強してきたな、ちゃんとな、知ってきた、うん、今回は俺の乾杯ということ。やったー、勝った、どうでした、調べて、お前下調べして、お前あから全部調べて、そう調べた。それはお前なんかちょっと違うだろ、全部書いた。まあ偉い、偉いのは偉いでしょ、努力した、偉い、勉強はちゃんとしてくれてること。勝ち、私の勝ちね、はい、もうダメ、俺しりとりもう乾杯。何もできない。リベンジは、リベンジはもういいわ。もうおかわりいらない、じゃあもうしりとりもやってたわ。ラディッツの弱点が分かったもんね、しりとり。しりとりダメだな、あのね、余計なのも出てくるんだよ、これ。もう違うアニメのやつとか、違うアニメとかプロレスとかね、うんうん、さっきプロレスって言ってた。例えばなんかこう他のワードでパッて思い浮かんだらそこから離れない、あー、なるほど、一途。だってカで、例えばカールおじさんって出てきたらする、うんうん、パッて浮かんじゃったらカールおじさんが離れなかったりとか、かもしれない。俺結構弱点が、じゃあラディッツを倒したい人はしりとり対決を申し込めばいいんだ。俺が異常に弱いから。いや、ドラゴンボール知らない人みたいな。俺しりとりだから本当にダメかもしれない。そっか、ダメです、全然、はい、しりとり対決でした。